私たちの研究室は過去40億年間にわたる岩石資料を保管して、それを使って、地球の特に初期地球と言われる、何十億年も前の地球の姿について研究をしています。ここに並んでいる岩石、例えばストロマトライトと呼ばれる岩石で、生物の活動によって作られたような、そういう痕跡が残っているような岩石を特に研究をしています。40億年前、30億年前という太古の地球の環境というのは、今とは全く違っていまして、例えば大気中に酸素はなくて、光合成をする生物もいない、全く別の生物が住んでいたと考えられています。で、そうした別の惑星の環境を岩石の記録を解読することによって、調べています。昔の大気を調べるといっても、地層の中に当時の大気が閉じ込められているわけではありません。その地層ができた当時の鉱物の状態であるとか、そういったものから間接的に当時の大気や海洋の環境を、またはそこでどのような生物が住んでいたのかという、その生命の痕跡を化学分析によって調べるということをしています。例えば生物の体を作っている炭素であっても、質量数が12と13の安定同位体という種類があります。で、この存在度を精密に計測をすると、それを分子として見た時の同位体の組み合わせを見ることによって、その分子や物質が作られた当時の環境であるとか、そういったその分子を作る履歴を復元することができます。初期の地球というのは CO2 が主成分の大気を持っていたと従来から考えられてきました。現在の火星や金星も CO2 を主成分とする惑星ですが、そこに CO であるとか、他の成分が重要な役割を果たしたという、新しい構造が見えてきました。で、そうすると、そのような環境下で、CO を使った、微生物が、どう生きていたのか、あるいは、そこで生命の元になった有機物が、どう作られてきたのかという、全く新しい、今まで考えていなかった研究が展開できるということになってきました。我々そういう CO が豊富に含まれて、そこから有機物が作られるような環境を、CO ワールドというふうに名付けて研究を進めています。今まで考えられていなかったような惑星が、今後天文観測やその他によって、見つかる可能性というのが出てきました。今後ですね、地球以外の惑星、あるいは他の惑星の過去の状態にも、そういう時期があったというようなことが、今後分かってくると思います。我々はまだどういう環境があれば惑星の環境中で生命が誕生するのかということに対して、答えを出せていない状態になります。ですので、ここで過去の地球環境、あるいは過去の惑星環境を調べるということは、そういったどういう種類の惑星環境があり得るのかということを、調べることと等しいと考えています。で、それをすることによって、ではその多様なバリエーションの中で、どの環境が生命の発生に適しているのかという研究が展開できるというふうに考えています。